赤ゼッケン1アミカバラブ福岡支部、白ゼッケン15木田優奈東京城南川崎支部。正面レイ、主審にレイ、お互いレイ、構えて、シメイ。やめやめ止めて速攻やめ止めぞ速攻やめやめやめフェイクスファーシュ正面判定を取ります。判定引き分け1、2、3、4、5引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦に入ります。やめやめ。はい。速攻。やめやめ止めて続行やめやめ止めて続行やめやめ連続やめ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 速攻やめやめ
正面。反対を取ります。反対。引き分け1、2、3、4、5、引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の再延長戦を行います。構えて試合。続行。やめ、やめ、やめ。続行。やめやめやめ。止めて。続行。やめやめ。速攻速攻。やめやめ。止めて速攻。やめ。素晴らしい。正面反対を取ります。反対。白1引き分け1、2、3、4、引き分け。判定の結果引き分けです。規定によりまして体重による判定を行います。両選手体重測定をお願いいたします。女子の場合、両者の間に8キロ以上の体重差が認められた場合、体重の軽い方が勝者となります。今大会初の体重判定となりました。それだけ両選手の技が拮抗しているということの表れかもしれません。では両選手の体重を発表させていただきます。赤ゼッケン1網川選手、体重65.8キロ。白ゼッケン15木大選手、体重65.4キロ。したがって両者の間に8キロ以上の体重差が認められませんでしたので、ただいまから2分間の最終延長戦を行います。審判は必ずどちらかを挙げてください。やめやめ。止めて続行。
やめやめやめ止めて突っ込む。やばい、やばい。待て、速攻。やばい、ショートショット。いい正面、判定を取ります。判定赤1、白1、3、10、白。判定の結果4対1をもちまして、白、木大選手の優勢勝ちです。